ですね、あの昨日ちょっと動画で紹介したんですけど、このスチールと見せかけて実はアルミのホイール、ですね、動画を上げてからなんかいきなりバズりまして、大したことはないんですけど、まあ今までの中じゃかなりグワーッと回数いきまして、すごいね、問い合わせがいっぱいあって、あの何のホイールですかっていう、問い合わせがいっぱいありまして、で、あの取り付けの時に紹介しようと思ったんですけど、あの今の仕事の状況だと取り付けできるのがもう来月とかになっちゃいそうで、結構時間が空くかもしれないので、ちょっともう早めにネタバレさそうと思って、でちょっと動画を撮ってます。でですね、まあこのホイール、これね、何のだっつう話なんですけど、正解は BMW です。 BMW の純正ホイールで、まあ何の車種かがちょっとよく分かんないですけど、 E の046とかなんかそういう型番だが書いてあった気がします。でね、これ、まあ、普段 BM 乗る人なんて、純正の場合これにホイールキャップがついてるんで、あのキャップ外して乗る人なんて、まあ、まずいないですよね、あの BM 乗る人でね。でみんなだいたい社外品に交換しちゃった時にポイなんで、もしかしたらアルミのこういうホイールを履いてるってことに気づいてない BM 乗りの人もしかしたらいるかもしれないですね。なので投げ売られてるのかもしれないです。で僕当初これを見つける前は、ブリヂストンから80年代から90年代ぐらいに出てた、なんだっけ、スーパーラップっていうホイールがあるんですよ。でそれもこういう見た目で、スチールと見せかけて実はアルミっていうあのホイールなんですけど、サイズをいろいろ探したところ、14インチ、ほとんど14インチか13インチとかで、あのね、15インチのホイールがスーパーラップほとんど出てこなくて、で、オフセットも微妙で、あとその J 数幅も僕がちょっと欲しいなって思ってるあたりがなくて、であと一番ネックだったのが高い、あっても高いで、程度がそんなに良くないんで、でちょっと二の足踏んでたところに、なんかの拍子にこれを見つけて、よくよくいろいろ調べたらアルミじゃんっていう感じで、で僕が見た限りこういうデザインで、アルミホイールなのはこのホイール以外出てこなかったですね。あとはそのスーパーラップ、それ以外はもうちょっと見た目的にアルミなんですよね。こういうなんか、まあ、黒い塗装でもないし、こういう雰囲気じゃないんですよ、うん、なので、サイズが合う方はこの、BMW の、純正ホイールは結構いいんじゃないかなと思います。まあ、PCD120 っていう時点でね、もう欧州車詳しい方はあのコメントもいただきましたけど、BM じゃないかバナゴンじゃないかみたいな感じですけど、正解です。BM の純正ホイールです。で値段も本当にね、僕が見た時は1万円からだいたい高くても2万円ぐらいでかなりの数が出てて、でここに BMW の刻印が入ってますね。ちょっと逆か、ね、BMW、 うん、で、6.5J 15インチっていう感じでですね、この BM815 っていうのは型番なのかな、なんかもし詳しい方いたらちょっとコメントください。よくわかんないんで俺もでしてね、サイズがまあ15インチの 6.5J か 6J もあったかな、 6.5J か 6J で、オフセットがプラス40とか45とかなんかその辺なんですよ。なんで、まあ、その数で合う人は、
なんか流用使ってみたらいいんじゃないかなと思いますんで、やっぱりね軽いです本当に、うん、なかなかねこういうデザインのアルミホイールってほんと探すとないんで、あんまりこうねそういうのに金かけて、なんかやるっていうのも、まあ、このビートルにも合わないしうちのスタイルにも合わないかなと思うんで、今回はこいつをちょっと頑張って履かしてみようと思います。で、まあ、履かすのは多分、まあ、早くて来月とか末とか今末行けたらなと思うんですけど、ちょっと時間がパッと空いたらねちょっと頑張って変えてみようかなと思っていますので、まあ、あの試してみたい方これ BM の純正ホイールなんでゲットしてみてください。では。